職権に入りたいと思いますので、はい、はい、もう休みないぐらいでいいです。はい、いいですか、はい。はい、じゃあ行きます。はい、今週のゲストも、株式会社誠実村代表原田博さんです。こんばんは。はい、こんばんは。今日祝日なんですけどね。うん、はい。だいたい勢いになって忙しい社長さんってお休み絶対ないと思うんですけど、あえて聞きますけど、休みの日何してます？休みの人は仕事をしてるかもしれない。そうだね、休みの日は仕事する日なんだよ。ゆっくり仕事できる日なんだよね。休みの日は仕事、そう、片づ、意外と片づく日なんですよね。自分が休みたい時に休むことですね。なるほど。なんかこう、ご家族の方と一緒に何かしたりとかっていう時間は取れるんですか？非常に少ないんですけど、それこそ子供たちのね、運動スポショーとかなんかしてますんで、それの観戦に行ける時には行って、癒されてますね。はい、わかりました。で、原田さん今おいくつでしたっけ？今年50になりました。なるほどね。はい、はい、若い頃は何か別の仕事されてたようにちょっと噂で聞いたんですけど、大学卒業後に、今治にあります日本食券、はいはい、食品 の、はい、大手さんですが、日本食券さんの方でサラリーマンをしておりました。やっぱり食に関わる仕事ではあったということですね。そうですね、就職するときにね、どうしても食に関する仕事がしてみたいなというふうに思ってましたんで、もちろん恵美の地元にね、日本食券さんという食品の会社ありましたんでね、そちらにお厄介になりましたが、お世話になりました。なんでそこからこんにゃくになったんですか？日本食券さんでですね、入社1年目は、今の大沢会長になられましたけど、大沢会長のですね、カバン持ちかな、秘書として1年間、仕事させていただきまして、いろんなことをこう教えていただいたんですけれども、2年目から自分の好きな部署、場所、希望通り貸してあげるというふうな条件もございましてね、で2年目に営業で東京の方に行かせてくださいというような希望を出して、東京の方に営業として赴任しました。その東京でですね、こう営業をいろいろこうしてたんですが、その時にもこんにゃく屋さんにもね、当然こう営業しますんでね、いろいろこう出会いはしてたんですが、その時にそのこんにゃくを作ってる、工場中というかな、そういうのもこう拝見してる中で、そのドロドロとしたこんにゃくのね、のりって言いますが、ものがこう固まっていくというかな、それを見た時にね、非常にその化け学的に思って、その工程が面白かった。そうですね、私自身田舎ですからね、私から言うたらばあちゃんがね、10月11月にはお祭り前にはこんにゃくを自分で作ってたんですが、なんとなしにその工程は見てたんですがね、それを社会人大きくなってからもう一回そのプロのね、こんにゃく屋さんの工程を見るときに、ドロドロしたものが固まる、凝固するっていうね、過程を見てすごくこうカルチャーショックを受けたいかな。なるほどね。変に受けましてね、それからこんにゃくにすごく興味を持ち始めて、どうしても自分も化学反応を起こしてみたいと思うようになったのがきっかけですね。なんかいい話ですけど、こんにゃくに恋をしたんですね。男の子ですね、やっぱりそういうなんかうわーっていうのにこう見せられちゃう。最初はね、片思いでつらかったですが。なるほど。いや、でもなんかすごいですね。すごい、そんなにこんにゃくが好きだったとは知りませんでした。いや、本当に面白かったですね。そうなんだ、面白いですね。で、そんなに大好きな、ね、こんにゃく作りから今は、里芋作りに関して幅を広げられて、大洲の、産地の再生っていう、一つの大きな今使命を、非常に注目されている会社なんですけれども、これから何かこの先やっていきたいなっていうことは。そうですね、僕らそのこんにゃく自体を、こう製造販売させていただきながら、農業の方にも、入っていってるんですけれども、農業してみますとね、昔でいう、百姓という言葉が、ありますけれども、昔の百姓さんがされていることをいろいろ考えてみると、うちのね、さっきもお話ししましたけど、うちのばあちゃんなんかもこんにゃく作ってたんですよね、農業しながら。
うちも代々農業なんで、でやるとね、ここ5、60年はこのこんにゃく屋さんとかいうカテゴリーありますけれども、昔は農業されてる方が、まあ、こんにゃくなんかも作ってたいうかな、そう考えるとこんにゃくやと思ってましたけど、うん、逆に昔でいう農業の一部の仕事をやってるんで、あ、こんにゃく屋ももともと農業の一部なんだというふうな感じがすごくね、感じるようになって、そういう意味ではやっぱりこんにゃくをね、ある程度こう継承していく上でもやっぱり農業っていうのもね、必ずやっとく必要がね、あるという中と、あと里芋とか、そういった昔からその大洲にもね、かなり広くあった農産物というかな、それが少しずつやっぱり、農業のね、定住者や農業されてる方が高齢化が進んだり、やっぱり人数が少なくなったりいうことで、農業全体がやっぱりちょっと今、苦しんでる状況を見るとね、もう一回その農業っていう、それはもうこんにゃくだろうとなんだろうと、やっぱ農業の一部からスタートした職業の人間として、やっぱ根っこでやる農業をね、もう一回こう復活させて、でこんにゃく屋もどんとこう大きくなったらなという思いですね。いやー、でもなんかちょっと男のロマンを私は今聞きながら感じたんですけども、なんかすごいですね、情熱がね、だからこう農業の一部っておっしゃったから、やっぱりその古いけど新しい今の農業の形っていうのを作ってらっしゃるなというのはこう感じますよね、そのパワーはどこからみなぎってくるんですか、社長。物好きですね。いや、まあ、いろんなことをやっぱやってみたいのと、やっぱり大洲でね、愛媛県でこう住んでる僕らにとったらね、やっぱり子供たちもね、やっぱり愛媛なり大洲なり、やっぱ住み続けてもらいたいいうかな、そのためにもそのいろんなその可能性をね、一応提示してやるいうかな、というのがまあ僕らの一つのね、仕事やし、それが僕らの老後のね、いい老後につながるステップやなと思ってます、結果的にはね。そういうの自分のためです。はい、OK、はい、です OK ですか、はい。いや、いい話ですね。多少変わったな、ごめんなさい。全然大丈夫ですよ、いい話です。じゃあ最後、2、3分の最後の晩餐、すき焼きの下りです。あ、はいはい、はい、ちょっと待って、うまく落としていただきました、それで終わりですかね、はい、じゃあちょっと近藤さんの方からいきますよ。では、毎回ゲストの方には、死ぬ前夜、死んでしまう前夜に何を食べたいかと、はい、いわゆる最後の晩餐のリクエストをお聞きしているんですが、はい、なぜかと言いますと、それがその方のフードスタイルの原点になるかなと思うからなんですが、では原田さんは最後の晩餐何を食べたいですか。最後ですよね、うん、そうですね、私はね、食っていうのはすごく大好きなんですけれども、最後であればね、いろんな味をこう楽しみながらいうかな、うん、そういう意味ではその鍋物、うん、いろんなものがこう入って、うん、いろんなこう 味がこう出てるもの、うん、その中でもやっぱすき焼きっていうのがね、僕すごく好きでして、はあ、なるほど、うん、甘みとかね、うん、旨み辛み、うん、いろんなものがこう入ってますんで、それがね、いっぺんにこう口の中に入れて、うん、こう味わえるっていうかな。なるほど、うん、はいはい、甘いだけでもないし、はい、うん、美味しいだけじゃない、うんうん、うまみだけじゃないかな。なるほど、うん、そういう意味ではね、そのすき焼きみたい、すき焼きのような、うん、いっぺんに口の中にこういろんな味がこう同時に味わえる、あ、うん、そういうのを食べてにっこり笑って死んでみたいですね。
いいですね。でもあえてその芋炊きじゃないところがまた、そうそうそう、芋炊きもむしろ関係ない感じでいいと思います、ね、すき焼きにも、ね、こんにゃく入りますから。あ、なるほど、はい、入る入るなんか一度にガバッと口に入れて全部いろんな味を楽しみたいとかってすごい力説されるってことは、割と原田さんって一度にたくさんの女性を愛せるタイプ。いやいや、そういうね、うん、あれじゃないんだけど、うん、たくさんの女性は同時にっちゅうわけじゃないんですが、ちょっと近藤さんのようなね、はい、いろんな考えとかね、いろんなその魅力を持った方、なるほど、一人でもね、一人でもいろんな味がある方、なるほど、そういう方はすごくこう魅力を感じますね。うちの奥さんが一番感じます。なるほど、すごいですね。最後にいい話聞けましたね。うまいこと口説きながらシュッと奥さん言ったね。はい、ありがとうございました。はい、いいですか？OK ですか？はい、以上です。はい、では、毎回ゲストの方には、はい、では、毎回奥さんが一番感じます。では、毎回ゲストの方には、死ぬ前夜、死んでしまう前夜に何を食べたいかと、はい、いわゆる最後の晩餐のリクエストをお聞きしているんですが、はい、なぜか、はい、では、毎回ゲストの方には、死ぬ前夜、死んでしまう前夜、
きは1000円でなかった掘り下げてください。はい、重たきは1000円でなかった掘り下げてください。あの、私と原田さんのお付き合いなんですけど、まあ、お付き合いっていうとねあれなんですけどあの私が、はい、では、毎回ゲストの方には、死ぬことはここが、はい、じゃあ原田社長オールアップでよろしいでしょうか。ここが、はい、じゃあ原田社長オールアップでよろしいでしょうか。ここが、ここが、はい、では、毎回ゲストの方には